皆さんこんこにちはお。元気ですか私はもう元気です。じゃあ今日では僕の趣味について話したいと思います。じゃあ行きます。僕の趣味は旅行筋トレそしてビデオを作成です。自分が暇な時には友達と遊んだり自分の YouTube チャンネル用のビデオを作るものが好きです。 日本語の勉強も私の趣味です。学校が休みなので家で日本語を勉強しています。勉強を始めて5ヶ月しか経っていませんが、かなり上達しました。しかし私の日本語はまだ完璧ではない。そう今上達できないと思いますけど、なんか 勉強を続けるぞ日本人はめちゃめちゃ優しいから日本の文化が好きですそう。日本の文化が好きです。それとも好きじゃない。感、う、想、ん、を教えてください。じゃあ、日本に行きたいですけど、なんんか今 <laughs> すみません今は旅行ができないと思います。 でも、暇とお金があるときは東京に行く。皆さんは見てありがとうございました。じゃあ終わった。またね。気をつけるよ。